皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はグレープニールの3話でございます。Everybody, let's go! It's time to アニメ実況。It's time to party! って感じなんですけど、パーティーではなくアニメ実況です。今回はですね、どうなりますかね。あ、これ、自販機男。え？見？カメラに出ないんだ。見つけるには人間の助けが必要みたいだね。はあ、大丈夫。どういうことや、自販機兄さん。この星の人はみんないい人ばかりだから。なわけねえよ。殺し合いになるんだよ。君を見つけてくれるよ。誰だ。めっちゃ勘違いしてるやん。殺し合いになってんじゃん。もう一人の女の子殺されてんじゃねえか。ね、庭でちょっと立ち悪いランニング女性が撃たれました。プッって感じに。もうこの自販機兄さんって本当どんな存在なんだろうな。ずっと自販機の中にいるわけではないでしょ。自販機を置いて人が持ってきたらラグタイムであるやんか。でなんか僕ですみたいになるやん。でその僕ですみたいなラグタイムっておそらくなんかテレポートしてきてんじゃね。なんかタイムね、 SMS か何かが、まあ、通知が来るやないか、携帯にピンポーン、今何々自販機に誰かが1コイン入れましたみたいな。おお、そうなんだって何々駅に飛んでいってやる感じなんですよね、きっと。きっと、はい。怖いな。でもこの女の子、 OK レッツゴー。背中ポーチに入る女の子、なぜ裸。裸もあるが、カロリーブラック。超日曜日ね。超日曜日だね。どこあたりが超なんだよ。説明しろよ。何よ。人がせっかく和ませようとしてるのに。別にいいよ、和まなくて。和む。初めて聞いた。何を始めんの？中に入るか？周一はせっかちね。いやいやいや、まあまたこういうね。なんかエロい話。これから週一の中に入るからよ。このなんかエロい風にするんだよね。それにあのコインがどう関わってくるのか知りたいって言ったのは、けどそれを調べるってことは中に入らないとあかんな。化け物にまた会う可能性があるってこと。だから連携をアップだ。あんたただ周一の中に入りたいだけじゃん。ワンちゃんって。ワンちゃんね。でもなんで服を脱ぐ必要が。だってベトベトになるやん。はっきり言って周一、あんたの中めちゃくちゃ蒸れるのよ。蒸れる。ちょっと冬なら暖かくていいかもしれないけど、今夏だし下着まで汗でびしょびしょになっちゃうの。あと週一のぬるぬる汁とか。どこまで脱ぐんかいって。裸で僕の中に入ってくるなんて。いやでも見ちゃうやん。もう一回やった中なんだし。やった中って。一つになりましょ。神田みたいなね、かぐやの方で言ってるセリフは。え？何よこれ。ダサ。それなら問題ないだろ。何この水着の中に入っちゃうんか。洗濯も楽だし。いいなんて。あんたもマニアックね。そうじゃん。まあいいんじゃないか。ちょっとね、そういうマニアックなところがあるっていうこと。いやーでもほんまにね、これ中に入るっていう部分がマジ変。空っぽ。そっか。じゃあ入るわよ。はい、
突き刺さった。大丈夫よ、俊一。力を抜いて、痛くしないから。はいはい、もう分かったよ。もう性描写なるの分かってるから。前回でどっしりとやったやないか。前と同じだ。はい。僕の中にクレアがいるのをはっきり感じる。俊一の緊張が伝わってくる。まるで自分の体みたい。面白いね、そこんとこ。動きができそう。俊一はどうなの？自分で動かせる？どうだろう。動けるか？あ、いけるか。おお、やろうと思えば動けるんだ。体が勝手に動かされる。気持ち悪い。いやいや、逆もそうやったよ。じゃあ俊一、そこのコップ取れる？そんなの簡単。ああ、止めようとしてるんだね。そうなんだね。どうやら面白い。動かす力は私の方が上みたいね。だる。中一が右手で。まあ、だから前回は球止めなかったよね。行くわよ。せーの、ドン。お。おい、ひでえな。わー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 、後ろにあるテレビやられちゃうぜ。ああ、大丈夫だったんだね。めっちゃでかいワンちゃん着ぐるみだから。え、洗った。やってあげたのかい。すっきりした。やっぱりマニアックな男ね。俊一、冷蔵庫の中にあるやつ一つちょうだい。なんだろう、ビールかな。カロリーブロックしかないんかよ。なぜ夏は美味しいわよ。それしか食ってへんの。この中に姉の制服が入ってるわ。はい。最初に俊一に入った時気づいたの。何気づいた。異常な花の良さに。ああ。まるで目で見てる。だからこれによってくれよって。あるかわかる。それどころか目に見えない遠くのものや人の痕跡まで嗅ぎ分けられる。その嗅覚。その嗅覚。花があれば姉を見つけられる。これは私の目的ではあるけど。もう一回入るんかい。建物に関する情報が他にない今。俊一、もうあなたにとっても重要な情報になるはずよ。なぜそいつが。あのお姉さん。あ、そうだった。この人の願いは行方不明になったという。なんか他人のために願ったんだよね。多分殺してないだろうな。半年前、学校から帰ると家が半壊していて、目の前には姉に似た化け物がいた。おう、ああでも、わからんな、まだ。ここのとこは。そうよ。そしてそばには両親の死体。状況証拠としては十分じゃない？でもまあそういうことがあってさ。警察はどう思ったんだろうね。この感情は緊張、迷い。もしかしてクレアはまだお姉さんのこと。お姉さんのこと。俊一、分かってる。そうだ、僕は知らなきゃいけないんだ。どうして僕がこんな姿になったかを。なぜあの人が僕を襲ってきたかを。それな、姉ちゃい。罪の意味を。この匂い。何？分かる匂いなの？自分の友達か？おい、化け物の匂いじゃん。血の匂い。血の匂いがするの？怖っ。怖っ。めっちゃ怖えやん。実際にクレアが見たかどうかなんて関係ない。関係なさそうやな。こいつが殺してたんだね。姉上。
怖っ。まあ、分かってはいたつもりだけど。さすがにやばかったね。状況は悪そうね。はい。周一、どうする？探しに行こう。一緒に。二人の幸せ冒険か。いらっしゃいませ。20なんちゃらに来てる。あとはメモリーカード。メモリーカード？携帯か？携帯トイレとか買っといた方がいい？張り込みとか始めてたら。携帯トイレって何だろう？コンビニから買えるの？最悪ペットボトルにすればいいか。まあそうだね。確かに問題ないよ。2本くらいあればいいかな。顔が気になるの？何よ。いらっしゃいませ。あれ？温めますか？この女性結構キャラでされてるから大事なキャラクターになるんじゃない？かしこまりました。え、マジで？さっきは冷やすって。メープル味は温めると美味しいの？マジかよ。わかんねえ。食べないの？あ、それな。食欲ねえだろ。てか、コンビニで食べるんかよ。意外だったわ。ご飯作れよ。姉の匂いを嗅いだとき、私でさえ恐怖を感じたのに、周一は一緒に探そうって言ってくれた。かっこいいんだもんね、周一は。そんなことない。勇敢だよ。かっこよかった。クレア。何？もしお姉さんを見つけたらどうするつもり？ダメ。そうね。私はただ聞いてみたいだけ。なんで殺したか？どうして化け物になったのか。どうして父と母を殺したのか。それと？いい。何でもない。秘密かい。逆に周一の家族はどんな感じ？話そらすんかい。うちはあんまりアットホームな家じゃないかも。え、どんな？両親は仕事で家を留守にしがちで。なるほどね。塾に預けられてた。はあ、かわいそうに。普通といえば普通の家だから。それが普通か。今回のことにはできるだけ巻き込みたくない。そう。でも仕事しすぎるのも嫌やな。どうした？周一が女の子と一緒にいたって。はい。今のところ収穫ゼロ。あ、さっきの女の子は、あ、違うな。なんだろうな。お水。もうないよ。もうずっとこの中にいるんだね。どこでお金を持ってるんだろう。バイトしてんのかな。高校生が知り合いもいない町で一人で生きるのは難しいと思うの。誰かが手助けしていると。ま、予想だけどね。けどもし。姉と接触したやつがいれば、そいつにも姉の匂い。あのピンクの髪の毛の女は違うんだよね。ピンクの髪の毛女は学校の仲間だよね。そうだった、そうだった。いやー、よくわからん。よくわからんけど。二人であのビッチを捕まえましょう。なんでビッチ？お姉さんってビッチなの？え？まあ知らないけど。なんで言うの？ちなみに私は少女よ。聞いてねえよ。今日はここまでね。明日はショッピングモールの方を探して。私はビッチではないよっていうアピール。見たい映画。ターミネーターとか一緒に見ようって。いいわよ。でも怖い映画は嫌よ。あ、そう。私怖いの苦手なの。え、なんか可愛いアピールしてるんだけど、この女の子どういうことや。ね
パンプン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 パン映画。おい謎の女の子、 Oh my god、 これがお姉さんじゃねえかと。お、どうしたの、いきなり変身なんかして。姉が来たぞって。見つけたのね、姉の匂いのするやつを。相手は男、女、女の人。ホームの方、バタ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 ボンバタボンバタボンバタバタ。おお大丈夫だ。女ってことは姉のクラスメート。違うな違うな、この女もやばいって。こんなに距離があるのに息を吸うだけで体が重い。こいつや、分かっちゃうのかな。シャッターを押したら本人かな。おい妹よみたいな。もうバレてる、本人。姉上、怖いな。なんでここ開けてんの。あ、そっか、脱ぐんだね。もう結構汗かいてるように見えるよね。今回はパンイチでいいんだね。殺人鬼よ。けど、お姉さんだろ。だから、これは僕一人にやらせてくれ。いやいやいや、それは逆に無理。だって本人がやりたいんだもん。言ったでしょ。しかもお前できないでしょ。二人で一つだって。なんかロマンチックだね。パタパタポッパタパタ。こんなところで隠れたらわかるやん。普通にこれ不審者。まあそうしないと。撃ったらかがんだところを一発殴って気絶させてダッシュでさらう。どうしてだ、どうしてクレアはこんな冷静でいられるんだ。多分内心は冷静じゃないから。実の姉を撃とうとしているのに。でもこれは思う通りにはいかないっしょ。何の感情も感じない。まるで何の感…本人がやった可能性は。そんなことないか。まるで心を殺して。でも泣いてるやん。ダメだ。まあミスってよかったね。じゃあ、おダメや、おおダメ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 。あかんやん。 Oh no、 やられた。直接触れて伝われ、圧倒的な格の違い。頭打ったところで変わりがなかったね。やばい、殺され。そのあれです、すみません、こういうのに慣れてなくて。そのだから、え、時間をください。どういうこと。どうすればいいの、こういう時わかんない、何を話せばいいのか。え、やばい、コミュ障なのがバレバレよ、どうしよう。え、一体どうなってんの、このお姉さん。大丈夫、わかってます。私を殺しに来たのよね。いや、でもできれば場所を変えてもらえませんか。その他の人の迷惑にならない場所に。どういうキャラかよこれ。人の迷惑なれへんようなところで殺しに来てくださいって。何なんだこの。どう考えてもこの状態で着ぐるみさんの方怖いよ。ク
わからん。けど、どうやって私を見つけたんですか？もしかして誰かに聞いたの？ごめんなさい、こっちの話です。どういうことや？何の話よ。この人とは話ができる。いや、なんで？この前の女の人みたいにいきなり襲ってこないし。いや、わかんねえ。それどころか、自分に銃を向けた相手にこんな低姿勢で。よくわかんねえ。わかってますから。私を殺そうとした理由ははっきりと。なんで？あなたが誰なのかもわかってます。そう。悪いのは全部私。ついてたの。周一の中に私がいること。いや、よくわかんない。誰に話してんの？私が弱かったから、あなたをこんなことに巻き込んでしまって。だからあなたになら私は殺されても。周一の話だろ？本当にごめんなさい。別に中の女じゃないでしょ。ごめんなさい、周一くん。そうだろ？中の女と関係ないでしょ。でもなんで周一のこと分かった？あなたに変えたのは私なの。どういう。ちょっと今女の人の声がしませんでした？ちょっと怖い？怒ってる？最悪。出て行きなさいよ。出て行きなさいよ。どういうことよ。私のための場所？怖っ。頭取った。なんで周一そんな疲れてんやろな。What the fuck？このアニメめっちゃ変よー。変。どういうことよ。まあ前回でなんか分かったけどよ。予告だったっけ？なんかエレナがなんか入りたい男がいるんですけど、そいつを入れるようにしてくださいみたいな。でお願いしたやんか。だから周一がこの着ぐるみになるんだけど、それで自分のクレアという妹が入ってしまうことにね、なってまおう。だけど私が入るみたいな、なんで女が入ってるとか、おかしい。しかもそこで人を覚えた。めっちゃうざいよこの女。自分加害者なのに。はあ、ようわからんわ。変身願望。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。本当にこのアニメファンキーやな。面白かったら高評価またコメントや登録の方をお願いいたします。今後も見ていきたいと思っておりますので、ぜひ一緒に見ていきましょう。バイバイ。おおきにバイバイ。